今回主婦と生活者より商用 OK 22センチドールサイズの着せ替え服という本を出版していただきました。本の内容を少し紹介します。今まで私の型紙にもなかった新作もいくつか入れています。作り方はこのように図解で説明されています。型紙は縫い代込みの型紙です。実際作ったお洋服で紹介します。こちらはドレスでとても人気の形だったのでこちらを掲載していただきました。これは新作のドレスでコットンドレスです。シーチングで作っているので、張りがあってとても綺麗なラインに仕上がります。なるべくいろんなコーディネートが楽しめるようにトップスもたくさん用意しました。長さを変えたり、袖ありと袖なしなど、同じ型紙でもいろいろ楽しむことができます。パンツもコーディネートが楽しめるように何種類か作りました。同じ型紙でもロングパンツやミディアム丈、ショート丈にしてみたり、デニムパンツも普通のものとロールアップパンツ、あとニット素材にしたスキニーパンツや、こちらのスリムパンツもいろんなお洋服に合わせられます。スカートはこちらです。フレアスカートや一番作りやすい直線のギャザースカート、ティアドスカートに、これは丈が3種類あるプリーツスカートです。こちらはブラウスです。スカートをつけるとワンピースになります。これも長さなどを変えていろんなお洋服に変化します。スモックブラウス、スモックチュニックで、これはワンピースです。パジャマとワンピースとサロペットも2種類、型紙で人気の浴衣や着物、あとシャツも新しく作りました。これは前開きじゃなくて後ろ開きになっているのですっきりした仕上がりです。バイカラーのマチ付きのバッグや靴下、チェーンバッグも簡単です。着ていた制服を切ってプリーツスカートやブラウスにするとミニチュアの制服もできます。こちらの本に掲載されているものは商用 OK です。概要欄にお約束が書いてあるので必ず確認してご利用ください。こちらの3点は作り方動画付きです。 QR コードで読み込んで見ていただけます。